どんな思いですか？いや、今日は本当にたくさんの皆さんご応援来ていただいたので、もう絶対に勝たなきゃいけないと思ってました。まあ、本当に選手が90分間しっかり戦ってくれました。これも今日集まりの皆さん、あとテレビの前で応援している皆さん、サポーターの皆さんのおかげだと思います。一緒に勝つことに一緒だと思います。ありがとうございます。新潟の2年目でリーグのタイトル、石井監督のコントローラーの前にどんなことがあるでしょう？まだ就任して1年経ってないんですけど有名ですね。まあでもこうやって成果を残したのは、さっきも言いました通り、選手が日々トレーニングで頑張ってくれてる、まあ、その成果、その積み重ねがあったからこそ優勝できたと思うので、さらにこれを続けていきたいと思います。調整の中で流れるチームのキャンプ場を引き受けてここまで来ました、いかがですか？まあ、監督がどうであれ選手が素晴らしいのでそれについて、まあ、次の大会から離れていました。そこについての思いはいかがですか？まあ、本当に何年もタイトル取れなくて、まあ、今回はステージ優勝ということですけども、まずはその今年のチャンピオンシップに出場する権利を獲得したかったので、まあ、ステージ優勝ですけど、優勝の一つなんで、本当に幸せです。